見事な伏線回収会。はい、どうもニャニーです。本日は王様戦隊キングオージャー第43話覇王の滞在の感想&考察をやっていきたいと思います。いやー、これ今回のやつはね、この新年一発目にはめちゃくちゃいいようなこの内容だったんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まあこの冒頭にも言ったわけなんですけれども、伏線であったりとか、まあ、昨日アップしましたあの謎まとめの動画でもね、上げた謎というのが何個回収されていったんやろなってぐらい伏線であったり謎がねめちゃくちゃ回収されて、もうほんまにねキングオージャーが最後に向かってきてしまってるんやなっていう感じがすごいしましたよね。この特にレインボージュルリラなんて、この単語的にはですね第1話から登場していたものになるので、本当にこのね43話をかけて回収してきて、まあどんなものだったのかというのがね分かったわけなんですよね。で、まあ今回の話もねもちろん面白かったわけなんですけれども、このニヤニヤチャンネルでですね独自のシステムをね開発いたしましてですね、このそれがですねこの神回認定システムになるわけなんですけれども、まあね物語がすごく面白かったりとか、まあそうじゃない時もあったりすると思うんですけれども、今回の話はどうだったのか、神回だったのかどうなのかみたいな形をですね、あの視聴者の皆様にお伺いしてですね、神回だったかどうかを決めてもらうって形のねシステムを取らせていただいています。それがですね、あの高評価でどうだったかっていうのをね押していただくっていう形にしております。なのでこのね神回認定システムのルールをちょっとご説明させていただきますね。高評価が150を超えたら神回、そして200いいねを超えたら大神回、そして250いいねが超えたら超神回、300いいねを超えるとゴッド神回という形にさせていただいてますので、でですね、あの前回前々回かの動画がですね、あの高評価900超えということで、600でレジェンドゴッド神回ということでですね、今後はこの評価基準でね、やっていこうかなと考えております。まあ、今回のね話がどうだったか、良かったよと思う方はぜひね、あのこの時点でもう高評価を押しておいていただければなと思います。それではですね、いつも通り気になったポイントに絞ってね今回も話していこうかなというふうに思っておりますので、本日のポイントはこちら。1、回収された謎まとめ。2、ラクレスの弟愛。3、10歳の姿。以上の点について語っていきましょう。チャンネル登録すれば回収された謎まとめ。さあ今回ですね、回収された謎が何個かあったじゃないですか。まず一つ目はレインボージュルリラ。これはですね、やっぱこれねストレートでしたね。やっぱりクワゴンのシュゴッドソウルだったということがですね、先々代の国王コーサス王の口から語られました。まあこのコーサス王曰くですね、この後にも何個かねシュゴッドソウルを食べさせて記憶を消して、まあ、人であることも忘れさせて、まあ、従順な何かを作ろうという形にねしようとしてたみたいですよね。まあでもこの流れ的にこの後はですね、クワゴン以外のシュゴッドソウルは食べずに済んで、記憶はなくなったけど人であることは忘れなかったっぽい感じですよね。いや、ここでねラクレスがこう逃がしたというか、まあ個人に送ったというのはもしかしたらファインプレーだったのかもしれないですよね。で、次分かった謎というのが、ボシマールが入れ替わっていた時期。まあ、まさかねこんな早い段階でボシマールが入れ替わってたとは思わなかったので、まあ前の動画なんかでも結構触れてたかもしれないんですけれども、あのね、国王様がお呼びですって呼びに来た時はこれはねボシマールだったんじゃないかなみたいな話をしてたとは思うんですけれども、本当にその直後に入れ替わっていたということがね分かりましたね。そして次に分かったのがミノンガンの中身。またこれもですね、まあ、ドストレートでしたね。中身が、ダグデド・ドゥジャルダンだったということですよね。でもですね、これちょっと気になるのが、あれはリターのアイドル会だったので38話の時点でリタはこのねダグデドじゃなくてこのミノンガの中に何かいるというふうに言ってたわけなんですけれども、その時ってまだダグデドはご存命ではあったんですが、
ミノンガンの中にはもうすでに何かいたというふうに言われてたわけなんですよね。なのでこれはもしかするともう一人何かしらこのね、ミノンガンの中にいるんちゃうかと思ったりもするわけなんですけれども、まあ自分がね死ぬ前にもうすでに新しい自分を作っていたと考えれば、まあ別にこれは合ってんのかなっても思ったりもするので、まあ今回復活したダグデドは、まあ一応ダグデドではあるけど僕らが知ってるあの前までのダグデドではないと考えた方がいいのかもしれないですよね。まあバージョンアップして帰ってきたみたいな、まあね、ダグデドがこの不死身を殺す力というのを与えて負けてしまったわけなので、例えば、まあ、このね王者カリバーにもヤンマが搭載したよと、みんなの王者カリバーにもコピーしたよっていうふうに言ってたので、普通に今後戦えばやられてしまうので、不死身じゃないのであればあの不死身を殺す力というのが無効になるので、例えば今回ね新しく出てきたダグデドっていうのが不死身ではないけどダグデドはダグデドだよみたいな、前までのダグデドから不死身を取り除いた状態のまた一応別の個体が生まれたよという感じなのかもしれないんですよね。まあそうなのであれば本当に不死身という能力がなくなって、ね、あのせっかくコピーした、不死身を殺す力というのが無効化されたわけなんですけれども、不死身じゃないのであればみんながパワーアップしたら勝てるんじゃないかなとも思ったりもするので、まあね全く同じ個体ではないような気がしております。そしてもう一つ分かってしまったことがございます。このチャンネルというか、まあ僕自身がですねずっと言い続けていた考察が外れたのが確定した1話でもあったんですよね。こちらです。ブーンイコールプリンス説、これの可能性が、今回の話でゼロとなってしまいました。これね一瞬映ってたわけなんですけれども、こちらですね、このちっちゃい赤ちゃん、これがね小金だというふうに言っていて、これを抱えているのがブーンだったんですよね。まあ例えばこれがですね仮面をかぶってて顔がわからないとかであればですね、まだ望みは持てたんじゃないかなと思ったりもするんですけれども、がっつり顔も出てて、もうあのねプリンスとは全然違うお顔立ちということで、僕が今まで推してきた説、ブーンイコールプリンス説はこれにて閉幕ということになってしまいました。いやこれはちょっとね悲しさもあるわけなんですけれども、まあこうやってね、考察がこう外れて今までやってきた考察に丸か×かがついていくということは、まあ、進歩でもあるので、今後はまた新たな考察というか、まあ次の考察をね、考えて皆さんをちょっとね楽しませるような、ことを考えていければなというふうに思っております。ということでですね、一応ここまでが今回、回収された謎じゃないかなというふうに思うんですけれども、まあ、まだねちょっとね見逃している部分もあったりするかもしれないんですけれども、皆さんもね、今回見て、回収された伏線であったり謎というのがあればあのコメントで教えていただければなというふうに思っております。高評価を押しまふ。ラクレスの弟愛、前回のねお話からもうラクレスはいいやつな形で描かれ始めましたが、もう今回もやっぱりいいお兄ちゃんでしたよね。ずっとねギラのことを思っていたと。まあこのね考察王の命によってですね、ギラにクワゴのねシュゴッドソウルを食べさせてしまったわけなんですけれども、まあそれを知ってからしばらくね、状況が飲み込めないっていう描写も描かれましたよね。いやここはちょっと別に映さなくても描かなくてもいいシーンだったように思うんですけれども、まあこうやってね描かれたことでですね、よりラクレスがどれだけギラのことを思っていたのかとか、まあ大切な存在だったんだなとかっていうのがね分かったちょっとしたねシーンだったんじゃないかなとも思います。でこのラクレスにですね、与えられた刑というのがですね死罪、これはね先週かの段階からねもう分かってたわけなんですけれども、やっぱりねその後についてました。一応ね猶予を与えるということで、王様戦隊の道具となれみたいな形でねリタが言ってたわけなんですけれども、いやここでですねリタ様この道具という風な単語を使うっていうのはまたちょっと粋というかちょっとねシャレが効いててすごく良かったなというふうに個人的には思っております。なのでねこれ道具となったわけなんですが、まあ次回以降7人での同時変身とかもですねこれ期待してもいいんじゃないでしょうか。いやこれね7人になった場合どう並ぶのかというのもね結構楽しみなところではありますよね。まあもちろんセンターに来るのがギラだとは思います。
その両サイドにラクレス、そしてジェラミーと来るのか、それともね、ラクレスが一番こう外側に来るのかっていう形がね、予想はされるかなと思うんですけれども、この王様戦隊キングオージャーにおいてはですね、並び順って本当にね、誰がセンターに来てもかっこいいし、もう誰がねこのサイドに行っても絵になる戦隊なんじゃないかなとも思ったりもするんですよね。本当にね、残り話数少ないけど、ラクレスがセンターで名乗る展開もあってもいいですし、まあもちろんヤンマがセンターに来てもいいですし、姫野がセンターに来てもいいということでですね、本当にセンターが誰であっても違和感がない戦隊って結構ね珍しいんじゃないかなとも思ったりもするんですよね。まあ7人同時の鴎外武装をしてどんな名乗りが見れるのか、これをね、楽しみの一つにしましょう。チャンネル登録するま10歳の姿、まあ、予告考察の時からですね、まあ、このシーン、まあ、なんでカグラギだけ少年じゃなくて青年やねんみたいな、ね、話をしてたわけなんですけれども、これまさかの、10歳の姿ということで、カグラギも一応これ少年の、姿というふうなことがね今回分かりましたが、まあその理由としたら、豆腐の食べ物は栄養が豊富でこうやって育ってしまうというふうに言っていたので、これちょっとね分からなくなってくるのが、この神の怒り、このねカグラギが大殿様になるきっかけであった時のタイミングの時のカグラギの年齢がちょっと分からなくなってきたわけなんですよね。スズメがですね、あの時セーラー服っぽいものを着ていたので、まあ、学生、中学生か高校生かぐらいじゃないかなとは予想されるんですけれども、そうなればカグラギも同い年ぐらい、まあ、1個2個ぐらい離れてるんかなと思うので、まあ、18歳ぐらいだとして、あれが17年前なので、今だったら35歳とかになるわけなんですけれども、例えばあの色気の乱の時のカグラギが10歳だと仮定すると、現在は27歳になるわけなんですよね。まあでもこのキングオージャーに関してはですね、年齢とかは正直関係ないですし、ね、今のね年齢が、確定で分かっているのが今のところリタぐらいですかね。リタが今、27歳という設定だったはずなんですよね、当時神の怒りの時に10歳だったので、なのでまあこの王様戦隊たちの年齢でいうと25から30歳ぐらいっていう感じになるんですかね。ここまでですね、役の年齢が分かっていない作品も結構珍しい方なんじゃないかなとも思ったりもするんですよね。なのでまあ最終的には何かこうね、オフィシャルファンブック的なものを出していただいて、みんなのね、年齢であったりとか、誕生日であったりとか、血液型とかね、細かいのとかをちょっとね、公式で出してほしいなとちょっとね思ったりもしております。高評価を押しまふということでですね、一応今日はねこの辺で終わっとこうかなと思います。また来週もめちゃくちゃ面白そうな内容じゃないですか。あの王の証でしたっけ、この王の証に隠されたのね力というのは何なのかというのはね、また水曜日あたりにお送りする予定の予告考察編でねお話できたらなというふうに思っておりますので、皆様もですねぜひ水曜日までにどんな力が隠されているのかなどなどちょっとね考えてみていただければなと思います。というわけでですね、今日はねこの辺で終わっておきましょう。また次の動画でお会いいたしましょう。ほな、チャンネル登録と高評価をするマフ、これからはマフンとずっと一緒マフ、もうニヤニヤチャンネルから逃がさないマフ。